それでは第3回戦始めてください。よろしくお願いします。まだ手札見てないんだよな。ガンダム勢よし、行ったよ。時間バーサスと戦場の強化で両方から来た。ボルト、あじゃあボルト沈黙のメージしてたか。はい、バンドロスします。カンコル勢から起きてレーザー高く、ボルト、イベント2000マイナス。あそこの場合は島にあるのゲームボルト、あらゆる失礼します。はい、サモネマーキーバンドロスバンドロスバンドロス知り合いかメイン始めてみましょう。こっちはあれスタートなのか。3コント両方にやす効果ウェイカーボンベがはめてる。パンチボンベがダメだな。こんな半周用スタートだったか。アライリカだと戻されたら消費するか。イミッション横押すとかパンチ終了。どうぞ。リソース。はい、リカーオープン。どうしようかな。効果ないな。おめでとうございます。お、来ました。やったで。5番いっぱい。ついつったやつ。大当たり。やるやったぜ。強かったんだけど。いやでも4だったからトップ。あ、まあまあ、あー、なるほど。ここは同じだから同じやつ。はい、あー、ベイカー起こすねー。あれしかない、あれしかない。アタックもらいます。査定今何ですか。4、だったらチャージ。そうなって1点回復チェック。マジでユニション。アタックと破壊された時に相手のリソースを使います。手札に欲しいんだけど出ちゃった。いや出ちゃったから出すけど、うん、攻撃したいな。イベントイベントないです。一払ってこれで補正します。はい、もらいます。あ、倒せなかったっすわ。終了。そうか、倒されれば一発じゃ。しゃあねえな。強いな、5000マイナス。どうしようかな。俺がサビになる。もう1枚使います。うまい、5000になりました。5000、OK。 いや、あのスタート2枚じゃなくて、うまい。イグニションで割れないのが強い。やばい、160だったらどうでもいいや。アストライア殉職室だわ。いやー、ここでバランス頑張れます。バンド2度俺まだレベル達成してね。そうだね。破壊時でしたか。破壊時イグニション。しつこい。出る欲しくなった。こうか。まあ、ギダルのオープン忘れてた。マジで。そんなオープン悪かった。よし。落とするんだったら、最後ハブでもいい。ダメか、そう、8倍目一番だ。アタックしてから使いたいです。イベントいいですか。これないです。じゃあ、マイナス5000。はい、じゃあ、イベントにしてます。来いや。来る。嬉しくね。来るか。こっち来いや。はい、マジでうぜえ。
モテツ殴れなくなるけど、まあいいのか。五条効果五千。破壊したので効果でバンドロー。グロディアスドラゴンが登場しますので、ソフトゲームの効果でこいつ戻すんだよね。除外、いや、除外しないです。先に終わろう。あれは、はい、殴れない。で、効果でフィリテ除外。で、テオゴニアス攻撃時に10枚チェックします。ドラゴンマイクを下がるよ。チャレンジャーの番目は関係ない。下がってます。で、1点上からカットになります。いいでしょうか。速度6か、速度9はあるじゃん、いける。めっちゃ強そう。速度9はあるじゃん。どうしようかな。ジェネーション固まったらしいなって思います。ごめんなさい、答え値いらなかった。パパに回収してこう入れて、パパに回収して、大丈夫だったらいいけど、パパに回収したら、ダメー、ゲームだけやった。あー、やべー、ダメなのに。何すよ、簡単なあのフィールでなかなかいなくなんねーな。前回フリーに登場したやべえ。おっ、マジ。いきましょうかな。対象がいないんですよ、アタック。ああリソースに、リソースに、手の甲中やばいんで、タイムで死なないかな。下手そう出るんで。ああ、かわいい。また速さ40、全部乗せて。また速さ48 15。アストライア、敵した。はーい、アストライア、アストライアか。そうだ、チャージ明らくなら、序盤もある。3枚見て、コスト3以下は、あれを持った。コスト3以下は、あー、チャージに出せるんですよ。出せるのか、はい、かった。めちゃくちゃ難しいんだよ。1点取り返されるのか。キャラクターの中だね。センステルしかない。ああ、いいな、もやんか。1点よりシステムは結構待てないから。1個リプサイト見て、8、ここで雨出します。スリープして、今言うのも今日からトラクスリバちゃん、はい、あとどうなっちゃう。タイトルスプレーでも残してるのか。さてどうしようかな。何も除外されてないので、登場時ウェイカーレベル2あるんで、パワーマイナス5000。ごめんね、知ってたんだ僕これ。知ってたんだこれ。大丈夫、イグニッションを見て。あまり来ないと思うけど、俺はどこそは来んな。ドラゴン落としたいんだ。あ、そっか、ドラゴン2とか。あれ使うから、いや、マウンテン当てたろか。イグニッション、アリスグラもらったやつ。一回ぐらい出てくればもうちょっと楽に動けるんだけど、どうしようかな。勢いつけたら勝ち、めたいけど。ね、あのヒレギテ割れないんだよな。ラストゼロも立てたいんだけどな。勝利するか。これも立てたいけど、そうじゃねえ。6000マイナス。一番下に送ります。このタイミング、このタイミング。今じゃん。チャージが欲しい。チャージが欲しい。チャージが欲しい。あった、強かった。朗読ゲームの8000振り分け。1体しか投げれないじゃん。で、2体破壊したんで、チャージ2枚以上。よし。
しゃー、吹っ飛ばした。でもピエリでしたね。しゃー、吹っ飛ばした。でも俺動けない。動けない、終了。守備さんに入ってあげる。HP さんにコムキャン。デスティン出して終了です。チャージ1も与えない、クレイムが大事。クレイム、腰5で出ないな。4ピック上げるか。身長戦って1回上がるから攻撃2位大事じゃないかと思って、まあそうなんだけど、やっぱり優勝よね、まあ大体し余裕しとか使わないし、あれしないだったら雰囲気だけでいいよ、しゃくりしたやつが、ああオッケー、オーバーブーストね、はい、オーバーブーストゴミしたいのにゴミしたやつで全部答え蓄積、林さんとりあえず、そうなんかね、ちょっと結婚のゲットなんかないからな。ドラッグ見たら、あれ全部つける。マジください、埋めるのだけはマジでやめてる。埋めるのだけは本当にやめてる。ちょっと待って、ちょっと待って。全体マイナス5000します。はい。マジでください。私も笑わせて。2枚除外して4枚につき1体パートパートの効果で、ラストアッチで相手を持ってもらってて、ただ、こっち本当に強いんだけど、でけえよ、十分。いやー、殴るキャラじゃないんだよな、終了。でけえな、普通に。七コスのカーニアルブルグ来てくんねえと動けねえよ、守れないよ。5位かも、この手持ちだけエンジェルリブーゴでしょ、いい技様です。じゃあ、なぜか手札から勝つらしい、チャージが6枚、リソース6枚以上あって、その中でフィリティ4枚以上ドローできないこれさ、全然クエスチョンできないし、フィリティって名前も付いてるから勝てたから、こういう目線を見てもらって、ちょっとエレベーターでここパンツするな、ボテツがまだ使えないからな、俺殺してますよ。ただアカウント復活するやつが2番なんだよ、ね、マイナスエースしてるから8000でしょ。アタックアタック自分でしょ、さあ払って終了。守備上げの一番いいよ。お前か。違う。マイナス6選手。守備に当てやん。そうね。7枚、反応7枚で超過してるんで1枚してます。すげえ邪魔。上の30なの。すげえって何枚俺は。あめっちゃ邪魔。フラワー消したいけどもう俺使っちゃった。やめて。そうすりゃ。四十日も。昨日ないよ。寝せたらだから。寝せれないから。寝てるし。効果なんてないよ。はい、飛行機は6000万円だよ。5000ドル、マイナス1000ドル。どっちも入れるらしい。よっしゃ、タモラコタ、アップ&ツードロー。主人
これ HP 下がってるしかないんだ。サジイグニッションこの次のところも私はもう立つね。来ましたね。あ、来やがった。あいつめんどくせえのが来た。あいつは歴史だかな。あ、そっか、そっか。ケットシップ1上がってるのか。こうか。1上がってるのか。いらなくていいよ。リサイトがいい。あー、あー、あー。テンポ、しんごい。リサイト比べれば。おー。いいかな。あー、手札いっぱいあるから投げ放題だ。こうか。で、こっちの方がちょっと。はい。おとむに戻されたアストライアどうしよう。あーまだアストライア戻されて苦しむのやだな。あれアストライア俺はデッキ下に送ったんだっけか。そうだね。勝ったっすか。ちょっとゼロもいけんじゃない。いやちょっと俺結局の嫌がらせ立てだろ。エルベさん残ったぞ。残ったっすと。こいつに擦りちゃって前回のジパンチ。殴れない。なるほどね。この上ったらリングルしてこいつをこっとここにいたかだぜしないですよ。こっちをこっちをあー残すか終了あーめんどくさい。やったあーあの絶対持ちが俺を守ってくれていやー違うマジかいくらこあーどうしようかな。どうしようかな。セレブトが生き残りついんだよ。こいつはすぐ除けるんだよ。またこいつなんだよ。殴って殺すとカーディナルのおごるって言ってるだけなんだよ。それあれゼクスって書いてないこれ。勇者じゃなくて1、2あーマジで？あー引きたくなかったこのカードゼクスって決めてないいけるんじゃねこれマジかいけるな。じゃあセットしてイグニッション。いらないよ普通に弱い。あ、何になったの。普通に4枚になったのそのままイグニッションするわ。これは強いしだよ。できたくりそうっすね。しょうがないな。イグニッション。はい。コスパの石で。やったぜ。行くぜ。ハロウィン。1、2、3、4。あと前。ピエティの前戻すよ。ほら。起動こか。今日はこれから毎日グリエル出そうぜ。なんか来い。なんか来い。貧弱。新本の視点士ウリエル。なぜか。どれも一緒だもん。ルミナスから登場時、ノーマルスクエアにある相手のゼクス一番できにしました。相手のピーを国産うなぎで。3回イグニッションします。イグニッション1。さっこいわ。しょっこいわ。まあ一応あれタフォー。あれタフォース。フィーリテッシュにカードを入ったやつだと思いました。絶対なんすかね。絶対触られないぜ。どうしようかな。なんか殺す。なんか殺すしか方法ないんだけど。それとカーディナル残る。だからさ。だからさ。カーディナル残るからな。これパンチとか。クリエパンチ。クリエパンチ。あまりにも弱すぎた。こいついけるのか。びっくりした。こいつ出すと思わなかった。まだもう一回出ると思う。これだったら取ってやるぞ。相手が慣れてきたら。これこそ間に次1回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 殴ってもくれる。あるある。たまにある。まだ戻されるな。
マリナスも聞けねえんだけど、まあジラマシン基本全あの暴走してるようなもんだから、ね、邪魔なんだよ邪魔なんだよ。リゾスプレイすぎました。あやったね、猫出しそうだね、ケントシンが商材じゃん。エンジェルがいるから、マッシュのエンジェルを。そうだよね、バーマで、バーマでリス場所開けていくしかないよね。回収ここでフリップバンドとします。はい、アタック。倒されな、国産うなぎ状況られだ。ようやく消えた、出落ち。せっかく出した。除去の大変だったな。両方脅されちゃうか、どうしようかな。だってな、出せるの1体しかいないしな。強いしてタイミングね、こうだ。デメナイスで。デメニシャンもハイピンしたな。お前か。2回連続ヘクトルでは。すげえ。やめてくれ。猫はドライバーぐらいの腰もならないですから。その前まで4パンぐらいになったよ。顔面黄色いな。はい、6? 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 6
5500。ジャスト。あ、なるほど。開幕三冠攻撃にしまうな。なんかいい感じに破壊したらいい感じになりそうな気もする。残念だけど。効果5000。破壊したんでワンドロー。うん、いい感じにならねえわ。どうしよう。七五パンチ。あ、そうか。仕方ない。マジで。しまったった。ボスソフ見つぶすし。ああ。トラッシュ肥やすためだけにイグニッションしてやがる。ああ。とりあえずメーカーレベルが。ようやく2位になった。3位か、まあ、全部上から行くありがとうございました。ありがとうございました。